質問来てた。とある VTuber が宝くじで当てたお金を同僚同士で山分けしようと言っていました。これって犯罪ですか？問題の映像がこちら。罰ゲーム何ですか？ガチ宝くじ。じゃあ4万円山分けです。結論、犯罪。ソースはインターネット六法全書と言いたいところなんやけれども、具体的に言うと刑法第185条の賭博罪にあたる。賭博って何って言ったら、偶然の勝敗により財物の財産上の利益の特捜を争う行為。負けた人が宝くじを買って当たった現金を山分けというのは、負けた人が出したお金をみんなに山分けということと同義になってしまうって、エミから法務部が言っとった。月のみ、この VTuber は犯罪者ではなく犯罪未遂の状態なんやけれども、とはいえ勉強不足で飛んだ失言をする VTuber もいるもんやで。顔が見てみたいわ。他にも知りたいことあったらコメント欄で教えて。月の法律事務所。